11月3日、全日本大学駅伝が行われます。今回は創価大学の区間予想をしていきたいと思います。まあ、優勝もありうるかなと個人的には思ってますので、まあ、どちらかというと100%当てにいくというよりは、まあ、優勝するためにはということで希望的観測も含まれた区間予想となっておりますので、えー、その辺はご了承ください。1区から見ていきます1区は9.5 2年生の織橋選手を予想します。 1>, 1万メートルも28分41秒と力のある折橋選手、昨年も1区を走って区間4位ということでしかも昨年は中盤、青山学院大学の若林選手が仕掛ける難しい展開となりましたが非常に落ち着いてました、まあ、1年生ながら助けを4番目につなぐということで、まあ、本番の強さそしてレース展開のうまさ自分の頭の中でしっかりプランを組み立てて仕掛けるところは仕掛けると。 ラストスパート争いスパート合戦にも絡むことができたということで、まあ、昨年のいいイメージをそのまま今年もつないでくれると予想して1区は折橋選手予想しました2区は11.1キロ2年生の小池力選手を予想します5 0 0 0ルは13分34秒82のスピードを持つ小池選手今シーンズン前半非常にいい走りを見せてくれて好調でした 創価大学ののトラックのエースといいいえば小池選手しかいないでしかなでょうただ、そんな中出雲駅伝外れてしまったことは心配ではあるんですが、まあ、全日本は間に合わせてくれる間に合ってくれるだろうと希望的観測も含めて2区は小池選手しかいないのかなと思います出雲駅伝の2区には、まあ、吉田響選手が走りましたけどやっぱり小池選手が前半区間にいれば響選手ある程度後ろまで取っておけると思うんですよね。 そういう意味も込めてやっぱり小池選手トラックのエースを前半大事な2区に起用すると予想します3区は1 1 9キロ1年生山口選手を予想します 5000m も13分台の記録を持つ期待の1年生ルーキー出雲駅伝は3区のエース区間を走りました、まあ、あの先頭でたすきをもらいましたで一気に追いつかれることなくしっかり組み立てることができたただまあ黒田朝日選手だったり 山川拓磨選手青学駒澤のエース級の選手たちに食らいつくことはできなかっただけど自分のペースで淡々と刻むことはできたということで自分はその、まあ、力関係からしたらどうしたって勝てない相手なんですよだけどそこでうまく自分のなりの組み立て方ができたっていうところはすごいなっていうふうに感じましたもう早い遅いは、まあ、関係勝負の世界なのがあるんでしょうけれどもやっぱり力関係を考えた時に 自分の力を出し切る自分のゲームを作るっていうところをしっかり果たしてくれた山口選手っていうのはすごかったんじゃないかなと思います出雲駅伝の前の週には奥熊駅伝区間賞ということで、まあ、距離の不安も全くないでしょうということで本番にも非常に強いだろう山口選手福岡県名門大牟田高校出身ということで、まあ、高校時代から大舞台を経験してきてであろう山口選手、まあ、出雲駅伝しかも3区ということで、まあ、もちろん 留学生のムチーニ選手の代わり当日変更ではあったんですけれども、まあ、それでもしっかり走ってくれたというふうに考えると全日本走らない理由はないと予想して3区を予想します4区は 11.8km4 年生の小暮選手を予想します1万メートル2 8分32秒28ポテンシャルの高い、えー、魅力ある選手 大学3年生の全日本インから1万メートルは日本人2位ということでかなり高いポテンシャルを感じますよね、えー、いろんなところで故障している感じはあって、まあ、ずっと年間通して試合に出てるイメージはないんですけれども出雲駅伝はアンカーをしっかり走ってくれましたそういうことを考えると全日本も、まあ、アンカーもあるかなっていうふうに思ったんですけれどもやっぱり優勝を考えると小暮選手は1万メートルも走れるしスピードもあるということで前半区間に しっかり起用しても答えてくれるだろうというふうに思いましたので4区を予想しました5区は1 2 4キロ3年生の黒木選手を予想します1万メートルも28分台シーズン前半戦は3 0 0 0ル障害を中心に活躍してくれました関東インカレの優勝日本選手権も走りまして創価大学記録も樹立した黒木選手、まあ、非常に大舞台を経験することができた そ,その上で出雲駅伝も走ることができた全日本も間違いなく走ると予想し,た、えー、しました5区あたりになってくるとある程度先頭でなくても単独走の場面が、ね、多々起こりうりますのでそういった意味では黒木選手淡々と走れるタイプですからごく魅力的なんじゃないかなと思って予想しましたそして6区は1 2 8キロ4年生キャプテンの吉田涼選手を予想します 1>, 1万メートルは28分36秒30出雲駅でも悪くなくて昨年も全日本はアンカーを走り安定した走りをしてくれましたでということで今年もアンカーの可能性も十分にあるんですけれども、まあ、ただ、やっぱり優勝するためには吉田響樹選手かなと思っているので、まあ、今回6区3番目に長い距離ということでそしてエース区間につなぐ一つ前の大事な区間ということで整えてくれる安定してエースに たすきをつないでくれるというところを考えると吉田良キャプテンが適任かなと思いました安定感でロックはつないでくれると予想しました7区は1 7 6キロエース区間は2年生のムチーニ選手しかいないでしょうということで予想します1万メートルは27分41秒52の記録を持つムチーニ選手、まあ、ここはもう文句なしでムチーニ選手を予想される方が多いのかなと思いますあとは江の木監督が まああの7区、8区を試しに行くのでなければムチーニ選手が走るだろうということで前半、4区あたりもありえるのかなと2区、響選手4区、ムチーニ選手もありえるかなと思うんですけれどもやっぱり予想では7区かなと思ってますまあここはもうしっかり勝負してほしいですよね昨年も走りましたしムチーニ選手は安定感があります前半思い切り突っ込むというよりは高い水準でハイペースで押していけるということで1万メートルも27分41秒ということで もう大学生の中では突き抜けた存在なのかなというふうに思いますから箱根駅伝もありますので、まあ、箱根よりはちょっと短いんですけれどもこの時期、まあ、おそらく若干暑いんじゃないかなとは思いますけれどもムチーニ選手がその中でしっかり組み立ててくれれば箱根にもつながるし全日本勝負できるのではないかなと思っていますそして8区1 9 19, 7キロ最長区間は4年生の吉田響選手を予想します。真夏の函館ハーフ優勝 バント,ツトップということで、まあ、その時のリザルトをぜひ皆さん見ていただきたいんですが勝った相手がそもそもめちゃくちゃ強い実業団ランナーということでしかも独走なんですよね。ということで吉田響選手はアンカーに来たら強いだろうということで2区、まあ、に来る予想なんですよ正直ただやっぱり希望的観測も含めて優勝するなら8区上りもあるし細かいアップダウンもある、えー、そういう難しいコースでもありますから吉田響選手はそこを押していけるだろうなと思っています。 仮に7区、ムチーニ選手8区、吉田響選手であればどの大学よりも7区、8区の合計タイムが早いんじゃないかなというふうふに思ってますしただ、出雲駅伝は2区を走ったということでおそらく8区ではなくてゲームチェンジャー的な役割に徹する可能性もあるかなと思ってますただ、やっぱり創価大学は普通に強いですから前半区間にゲームチェンジャー的な選手はいらないんじゃないかなと思います。 小池選手がまだ間に合わなければそこに石丸選手を当てればいいですし山口選手、小暮選手そして昨年構想した折橋選手もいるのでうまく序盤つなげると思ってるはいるので、まあ、そういう序盤であってほしいな優勝を狙ってほしいなというふうに個人的には思いますということで11月3日に行われる全日本大学駅伝創価大学の区間予想をしました以上